どうも、エルザレッドです。それでは、イーストワードを始めていきたいと思います。さあ、今回はカニ鍋を作るから、カニ取り行こうっていう話だね。キングクラブなら、大力水産。はあはあ、あそこか。カニを見くびったらダメよ。放っておくと、ロケットみたいに大きくなるんだ。ロケットみたいに大きくなる。そういうカニ見たことあるよ。本当に？うん、それ、風船だったみたい。あ、いや、あれ、最初のザリガニのことか、ポットクラブの。じゃあ、行きますか。ポットクロック島のね、クラブね。ここだっけ？あ、そうだね。今日のシーレブンは欲張りなとこに買い占められちまったんだ。ドラゴン市場が再開直前だって話だから。運が良ければそこで見つかるかもな。そうか。市場どこだ？左下。ああ、これでやっとマップ解放される感じなんだ。急げ、急げー。あ、その前に強化しよっか、武器。ああ、銃。銃だな。先に銃だ。あ、すげえ、もう形がさ、バンバン銃がもう、ほとんど原型がねえ。マジか。マジか。え、マジで、そんな形なくなると思わんかったわ。そうか、思い出の品が、全く違う形に。まあ、あれだね。これで強化した銃で、いざ、って時は、ちょっと、ね。脅しの材料として使わせてもらおう。あ、市場だ。市場そんな広くない？あ、そうだね。広くないね。ドラゴン市場、明日から営業開始だ。なのに、アブリーズのやつ、どこ行きやがったんだ。カジノに使ってましたよ、お金。準備は整った。まだ早いよ。取れたてのフレッシュな、果物を入荷するのは明日だ。ここでスパイスの店を出せたらな。スパイスか。ここ何？こんな時間なのにまだ帰ってこない。いつも心配かけるんだから。下の方？ユウたち二人で本当に大丈夫なのか？任せろってんだ。俺たちはダム上で一番強くて賢いんだぜ。本当だぞ。明日の朝一で、キングクラブを持ってくるぞ。そこまで言うなら。わかった。アンダースタン、二人に任せよ。よっしゃ、ブラザー、行くぞ。祝杯だ。同じこと考えてた。いい場所があるぜ。えへ、それってあそこか？いつもの居酒屋ですね。カニが欲しいなら、ミーの店へ。カエルキシーさんでは明日。ダム上では一番のカニエクスペリエンスを提供。ジョン聞いた？アルバに教えてあげよう。明日はきっと勝てるよ。この流れは、カニが来ないな。お、ソロモン。この機械なぜ点灯したんだ？ソロモンってあれかな？大地のこと絡みあるんかな？あっちでもソロモンっていう名前出るからね。どういうことだよ。ほんと、どういうことかしら？なぜお前が、あ、やっぱ知ってるんだ。なんだこの感覚。反応が遅いわね。私に言いたいことがあるんじゃないの？例えば、ここで何が起きてるんだ？とか？やっぱりあなた、まだお子様ね。違う。俺は人類の収穫者だぞ。あ、へえ。やっぱなんかあったんだね、ソロモンはね。そうかしら。これを起動することもできないじゃない。それはただ。まあいいわ。面白いおもちゃをあげる。欲しいでしょ？
まさか。ソロも、あ、だから3始めてみたときにあんな反応してたのか。おはよう。早く行こうじゃん。キングクラブで作ったカニ鍋、きっとリーに勝てるよ。取れるはずないと思うんだよな。取れる気しないよね。だってあの二人だよ。あの天才兄弟っていうかバカ兄弟だよ。絶対取れないと思うんだよな。ジョン、ん？あ、大陸水準。はいはいはい、そうだそうだそう。ここだったわ。どうだい？頭がすごいことになってる。うむ。うむむむむむむ。ごめんください。私たち、大方カニを買いに探してるんだろう？誰もがカニの到着を待ちわびてるよ。うちのチェビスが、港へ行ったんだが、それっきり帰ってこないんだ。あー、やっぱそうですか。じゃあ、ドラゴン一番の様子見に行こう。おじさんになんかあったのかも。さあ、ブチギレてることが予想できます。おー、人いる人いる。ちなみにこれさ、買い物できるんだろうか。買いたくはなかったね。お、すげえ。鉄ヤンマ。あ、買える。しかもなんだ、中華バーガー、うまそう。フォー、フォーいいね。青、え、ちょっと待って、いろいろ買えるじゃん。目の錯覚。完全にメガネ割れてるんだけどな。下町、あー、ちょっと待って、下町もちょっと見よう。あ、しかも通れないんか、湿気がひどくてね。あー、なるほど。でも正面行けないね。誰にも言うなよ。このダムの奥深くにはとんでもねえ獲物が潜んでるらしい。顎動きすぎ。いや、なんか最悪なパターン、そこ行くんじゃない？あとさ、地蔵見つけちゃった。またあったね。あそこの門、ドラゴンゲートは見た？はいはいはい、ドラゴンゲートね。あれにまつわるお話もあるのよ。昔この町の子供たちにある噂が広まったの。ドラゴンゲートは水流の顎の骨から作られていて、満月の夜にゲートをくぐると竜宮に連れて行かれるらしい。ほう。そこである勇敢な男の子が挑戦することにしたの。けど彼は戻ってこなかった。その年ダム城は気候に恵まれ、大豊作になった。それ以来作物の出来が悪いと人々は半分冗談に言うんだ。また子供を竜宮に送ろうかって。逃げじゃん、完全な。ここさ、俺ずっと気になる。ムスカって書いてる、これね。ムなのかな、あれ。ちょっと待ってね、アイテムをね、ちょっと見ましょう。釜だ。あー、てか魚。いや、魚ね、意外とね、出ないんだよな。何回か話せばね、出るからね。魚。まあもう買っとこう。魚ばっかやな。どうしよう、どうすればいい。オーマイガー。テビス、お店に人が探してたよ。ちっちゃなレディーのサンちゃん、聞いておくれ。店の主人に言われてカニの荷受けに来たんだけど、チップがロックされてて、セーラーもいないんだ。セーラーって誰？あいつらだよ。ブラザー建設のブラザーズ。ミーに最高のカニを用意すると言ってていたのに。どうすればいい？カニがないと。ミーはファイヤーだよ。ファイヤーか。
どうしようかね。またあったね。ちょうどいい時に来たものだ。さあ、こっちへ。面白いものを見つけたんだ。とても古くて珍しいトーテムだ。俺の正体が何なのか、わかるのはうちの村の人間くらいだろうね。そんなあれなんだ。文明進んでんのかな。あとあれ、イカ行だよね、あの船ね。ワニがないとジョブを失っちゃう。あ、君。バカなブラザーズを探してるって？シルバとゴーアンのことだな。イナズマックの店にいるのは、ああ、そうだね、イナズマックだね。山の手にある店さ。あのバカ兄弟はいつもあそこで飲んでるからな。上か。ジャズ。街中だったらファストトラベル楽ね。なんかすげえ人いるの。あそこのとこの人、すごく情熱的なの。さっきいきなり告白されちゃった。でも私、割とマッチョが好きなの。例えば、あなたみたいながっちりしたタイプね。はい。でも、子連れには興味ないの。こっちもこっちで興味ねえんだよな。あ、なんかすごいやついる。社交家。え、なんか落ちた。あれ、なんか紙出てきた。大吉ですか？ドラゴン市場、本日オープン。新鮮食材がよりどり緑。宣伝だね。ちょっと待ってね。右上か。ここ？かな？あ、正解っぽい。今日はやってないよ。理由は私じゃなくて、あっちの二人に聞いてくれ。ケアも当てたとかで、昨日の夜からダラダラと飲み続けていてね。今じゃあ、大虎だよ。床で気を失ってるよ。はぁ？そうなのか？あいつらがあの二人組なのか？マングに代わって私があいつらを叩き直してやる。いいよ、やっちゃえ、やっちまえ。ああ、電気か。やば。おい、やめてくれよ、兄貴。俺じゃねえ、マックだよ。マスター、どうしてそんなことを。お前らが、ダラダラしてるからだよ。お前たち、何か大事なことを忘れてないか？金か。でも、飲み代は払ったよな。兄貴、払ったよな。キングクラブだ。カニのこと忘れてた。まずいぞ。急げ、急ぐぞ。ドラゴン市場だ。兄貴、さっきの二人組、知ってる気がするぞ。昼間から酒場にいるようなやつとはかかりたくねえ。お前らのことなんだけどね。あいつらは全くろくでもない。君たちも早くドラゴン市場に行った方がいい。今日はキングクラブがよく売れるぞ。すまねえ、チビス。本当にすまねえ。ごめんなさい。このスチューピー。ミーはもう少しでファイヤーだった。すまなかった。ごめんなさい。いや、もういい。早くカニを持っていくんだ。ゴーブラザー。イエスだ。イエスだ。取ってくるってことだよね。持っていくんだって言ってたけど。さん、君たちに頼んで正解だったよ。感謝だ。ミーは、大陸生産でも出て奴らを見張るよ。暇があれば、ユーたちもおいで。ミーはミーにリワードあげたい。ミーはユーにか。ま、取ってたってこと？ゲットしてたけど、ってことかな。どうなんだろうね。じゃあファストトラベルで戻りますか。プリンセス通りでいいかな。いや、にしてもファストトラベルほんと楽だね。どうも。えい、サミー。約束してたリワードがあるよ。
カゴいっぱいのキングクラブだ。やったー。すぐ戻ると思っていたよ。どうだ、キングクラブ味わってみたいか。ここにカゴいっぱいあるぞ。本当にカニを全部くれるの？あんたらの助けがなかったら、このカニたちは今頃怪物の腹の中だ。窒息死してただろうな。礼を言うのはこっちの方さ。みんな持っていきな。よっとー。うわー、キングクラブ。あれなんだ、卵か。美味しいんやろねー。ジョン、キングクラブが手に入ったよ。早くロケットハウスに帰ろう。最悪なのは、ここでサンが、またあげるってことやね。あ、しかも買える。キングクラブか。行こう行こう。カニねー、カニうめえよねー。年末年始で食べるけど、カニ最高だよね。ちょん、急いで、リーが来ちゃう。ジョン、生地は大きいの？小さいの？ちょっと待って、カニが、生姜足りないみたい。あー。アルバにプリン食べられた。ちょっと待って、カニ。あ、まあ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 、カニが、ジョン、カニが逃げた。私に任せて。俺がゲットするわけじゃないんでね。あい、あい。挟まれないようにね、サンちゃん。カニ。2階に向き上がってる。カニ。よし。いった。あと1匹？ほい。ゲットー。ジョンにカニを届けてあげなきゃ。急げー。なんだろうね、サンちゃんのこの小走り感はさ、この曲と合ってるよね。すごい、せかせかしてる感っていうかさ。ジョン、準備は？はい、戻れ。1、2、3、4、5、6。ジョン、カニを全部捕まえたよ。えらいね。おー、うまそう。ネギ丸ごと入ってる感じがするけど。いい香りね。もう作り始めたの？今回ばかりはリーの負けね。ジョーン、サーン、あれ、ジャスパー。サーカス団が。もうおしまいよ。私たちを助けて。あれ？ちょっとね、ジャスパーが新しく入ったってこと？今晩のショーが成功しなかったら。私たち。ダム城の町から追い出されちゃう。心配無用よ。ロケット騎士団に任せて。ロケット騎士団、かっこいい名前。大地の子みたい。ここに来る途中で考えてたの。いいでしょう。ジャスパー、安心して。私たちロケット騎士団が解決してあげる。嫌な予感がします。カニ鍋、焦げるんじゃない？焦げるか、激辛味になるんじゃない？嫌な感じするな。アルバがなんかやらかしそうで嫌だな。そんなことないと思いたいけど、今のところことごとく、台無しにされてるからね、行動がね。あー、どうだろうな、怖えな。2度ある、まあ2度あることは3度あるっていうよりかは、もう3回目にかける感じになりそうで嫌だな。まあでもジャスパー元気そうで何よりだね。あら、この役立たず、聞こえたか。今日金払えないなら出ていけ。急に家賃を上げるなんて、もう少し待ってくれないか。うるさい。真剣なサーカスだめ。10年待ってやっても払えはしないだろうな。さっさと払わないなら、荷物をまとめて出ていけ。何を見てる？どけ。
みんな、もう大丈夫よ。私が戻ったから。プリンホラー、この子たちを見て。もう終わりだ。終わりなんだよ。何を言っても無駄だね。奇跡でも起きなきゃ。俺たちは終わりだよ。これからのことを考えた方がいいな。行くって？そんなのダメだよ。ここのアイスクリームが食べられなくなっちゃう。まあ5個も食ってるからね、あの子は。ごめんな。俺たちだって離れたくないさ。こんなことになるなら、この街になんて最初から来なきゃよかった。こだわり！仕事えしないの。観客より先に役者が退場してどうすんのよ。ジャスパーの言う通りだ。そうだな。本気だぞ。観客を放っておけないよ。でも、こうしていられない。早く練習しよう。この街に幻想戦隊の本気を見せつけ、ああ、幻想戦隊って言うんだよ。そうだね、風だもんね。風、炎、あと一人何だったっけ？なんか書いてあったね。彼らの心配も当然よね。このまま今晩のショーを始めたら、最悪の事態が起きるわ。ちょっと待って。みんなお腹空いてるとかそんなお家？嫌な予感がします。嫌な予感しかしません。いや、どうも。ちょっと俺の話を聞いてくれ。俺はこの一座のスター投手なんだ。投手？サーカス団になぜ投手がいるのかって。うんうんうん。俺の剛速球は一番人気の出し物なんだぜ。へぇー。もう一球、剛速球、ケイジの速球見せてくれ。ゴロがいいっすね。観客は総選送ってくれるんだ。何キロ出るんだろうね。でもこのところ売り上げも観客の数も減っている。俺の出番もどんどん減ってて。腕は落ちたよ。この腕は錆びついている。でもどうすればいい？球が速すぎるせいで、誰も練習に付き合ってくれない。あー、俺、キャッチしましょうか。やっぱそうなりますよね。やってみるか。あんたは、俺の球を打ち返せるか？お、いいね。もちろん、野球やろうぜ。やった、ようやくこの球を受けてくれる人がいた。それでは、ウォーミングアップ。はいはい、ミニゲームだね。おー。よし、来い。はいえはい。えい。もうタイミングわかれば。えい。ちょっと早い。早っ。クイックにするな、いきなり。クイックはやめろ。早っ。やべえ。やべえ、マジで剛速球じゃん。ダメだ。これじゃ腕は錆びたままだ。あんた打ってるようになって手加減するんじゃない。相手の意味がない。もう少し頑張ってくれ。強くって、かっ飛ばせ。もう一回。ちょっと待って。やべえ。マジで、翔平超えてるんじゃない？はい、来い。あ。どれ？ふい。よし、こっからこっから。はい、2、3、1、2、3、しゃー。最後受け止めたよね、素手でね。やべえ。おお、これだ、取り戻したぞ。この感覚、この感覚だよ。情熱が熱々のピザになって、熱々のピザ手のひらに飛び込んできた。やべえな。まさにこの感覚を求めてたんだ。今夜は観客がまた俺の名前を大声で呼ぶだろう。いやでもさ、あの剛速球であのコントロールだったらさ、観客とね、ちょっと体験みたいなコーナーやってもいいと思うんだよね。めちゃくちゃすげかったな。ちなみに君、戦隊は何してるの？幻想戦隊のファンタジア。風、
大地、炎なんだろう、義乳特戦隊みたいなポーズなんだけど。ダメダメダメ、もう一度最初からよ。炎がな私に手伝えることはあるかしら。え、ああ、ジアンか。なんだって君も関わりたいのか。うまくいくかしら。衣装と変えて、あ、衣装か、そうだね。ほら、ちょっと、派手なやつとか。いい相手じゃない。まあね、でもどこで調達する？食料すら満足に買えないのに。ふふふ。いい手があるぞ。完璧な衣装がある。はあ。ゼニアの2階にあるんだ。豪華な衣装だぞ。君たち2人で取り入ってくれないか。パシリかー。そんなに詳しいなら、自分で取りに行けばいいんじゃない？わけがあって。それに練習があるだろ？な。お前絶対怒られただろ、リーに。ジアンの衣装探してたってこと？いやいや、俺の記憶では女の子と会ってたよ。誰だっけ？ほら、カウンターで休止してる。ああ、はいはいはい。それって、リリーのこと？そうそう、リリーだ。あの人はどうなった？いい加減黙れ！突っ込むなって話だね。とにかく簡単な仕事だから心配するな。衣装はゼニアの2階にある。3ピースで人揃いだ。他のものとは違うことはないだろう。ああ、任せてー。はい、行きましょう。どこだ？ここか？お。マスク。このマスク、きっとレイの衣装の一部だよ。ああ、バラバラになってんのか。3点セットってことね。綺麗なカツラ。あと一つ。ここか。衣装だね、あとね。ムチそんな感じですか。いいのかな？ビートルクイーンだって。やった、これで衣装が揃った。ジョン、早く戻ろう。あー、なるほど。なるほど。そういうことか。あー、風はそういう趣味なんだね。急に大人だ。これ、あれだよな。子供がするゲームではあるけど、なんのこっちゃわからんだろうな。おー、手に入れたな。二人に頼めば間違いないと思っていたよ。これを拾っていうの？でもこれなんだか恥ずかしくない？今更恥ずかしいって。彼らがわざわざゼニアまで行ってくれたんだぞ。手伝いたいって言ったのは自分じゃないか。本当に繊細な衣装。あんたに着てもらえなきゃ衣装も泣いちゃうわよ。分かったわ。少しだけ時間をちょうだい。ヒレフスガイはこのウジ虫いやべえ、一番凝ってるもんな。ひざまずきなさい。うわ、極意。やっぱそうだね、そういう趣味だ。ほら。誰が喋っていいと言った。なんか火ついちゃってね、この虫ケラーって。私は、ビートルクイーン。衣装を取りに行ってくれて、本当にありがとう。なんか、ご褒美をあげないとね。ふふ、安心して。痛すぎないようにするか。そういうことじゃないんだよな。今晩の書は私に任せて。この町の男性に本当の自分を気づかせてあげる。そう言いながら自分も本当の自分に気づいてしまったな。ふふ、覚悟なさい。ゆるいズボンで来るといいわ。すげえ、ジアンがこんなに饒舌だったとは。叩かれてる。めちゃくちゃ痛そう。ジアンですって。ビートルクイーンと呼び。3、見たらダメ。3見たらダメ。ああいう大人は見たらダメ。まだ君には早い。あれ？これなんか、あれっぽくない？ねえ、有名だね。ダビッドソン。運転手なんだ。
そうだね、運転手だけど移動しなかったら永遠と仕事ないもんね。あ、料理できる。あ、リュックいっぱいだもんな。料理したところでだね。どうして悲しい顔してるの？悲しい話なんだ。僕はジョーカー。僕はジャグラー。君は聞いてないよ。僕はサーカスさんのピエロだ。それは顔を見ればわかる。前はびっくり箱って演目をやってた。びっくりってよりおっかない箱だね。箱から飛び出す人形が不気味すぎて、子供が夢でうなされるって苦情が来たんだ。その苦情の数と来たら、だから変えることにした。新しい演目を考えたんだ。好評間違いなしだよ。その名もザ・マジックショー。そっか、この時代マジックとかないのか。というよりバレバレショーだな。こいつは手際が悪すぎる。赤ちゃんでも仕掛けを見破れるくらいさ。マジか。君に言われたくないよ。でもその通りだ。僕の手は手品ができるほど器用じゃない。試しに手品を見せて何か手伝えるかも。本当に？僕のパフォーマンスを見てくれるの？お手柔らかにな。こいつガラスのハートだって。ガラスのハートか。入れました。いくよ。ここまではついてこられるよね。じゃあこれはどう？わからなくなったんじゃない？左にずっとありますね。でもね、もっとすごいのがあるんだ。よし、ボールはどこにある？真ん中です。それで決まり？これに決めた。本当に絶対に変えなくていい？これに決めた。うん、当たりだね。正解だよ。やっぱりね、僕は才能がないんだ。不器用なんだ。もう諦めた方がいいのかな。でも気にかけてくれてありがとう。またいつでも来てよ。僕はずっとここにいるから。え、自信つけさせてあげるってこと？ガラスのハートだもんね。じゃあよく見ててね。いや、てか隣のやつがした方が絶対いいんだよね。これ待って、またこれ同じことをやってるってことか。はい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 。右？外れだ。ははははやったぞ。僕はマジックの天才だ。はい、これでいいかな。もう一度チャンスをあげよう。逆に外さないといけないんだよな。いくよ。今右だよね。真ん中。また真ん中かよ、お前。右。バカの一つ覚えみたいね。外れだ。ははははは。やったぞ。僕はマジックの天才だ。褒めて伸びるタイプね。ありがとう。本気だよ。自信がついた。指先まで電気が通ったような気分だ。できるぞ。自信って大事だからね。でかしたわ。すごい。あんたたちならきっとできると信じてた。今晩のカーニバルはきっと史上最大の成功を収める。ただ、最後にもう一つ頼めるかしら。そう、一番大切なことだ。一番大切なこと？何？何なの？ご飯です。いや、違うんだ。チケット売りか。あ、よかった。でもこんな夜遅くだね。ようこそ、こんばんは。ようこそ、こんばんは。お兄さん、もっと笑顔で頼むよ。ジョンには無理です。ようこそ。なんならジョンだけ喋ってないからね。お、まさかの社長。こんばんは、ようこそ。あ、ジョン喋った今。こんばんはって言ってたね、ジョンね。ようこそ。あ、マングだ。おー、姫様のとこのおちびちゃん。あんたも見に来たのか？うん、仕事中。
そうか、偉いな、頑張れよ。ジョン喋ったね、こんばんはって言ったね、ジョンね。ようこそ、こんばんは。続きましては、ジャングルの猛獣キティと調教師のエルティグレ。ねえ、見物してもいい？ダメだ、仕事中なんだから。いや、坊や、サーカスに来たのかい？ソロモンね、あ、なんか様子が変だね。変わった子だな。次に登場するのはダム1番の速球王、鉄腕刑事オルソン。見たいよー。仕事だ、仕事。濃すぎるやろ。ちょっとだけ見てもいい？あー、ジョン、カニ鍋。うん、もう焦げちゃいましたねー。見すぎだ。もったいない。ダムカニ鍋を再現できていたら、さすがの俺も降参するところだった。だが、結局、幸運の女神は俺の味方だったな。ガハハハハハ。リーはきっと腰を抜かすわ。ジョン、大好物のダムカニ鍋を作れるなんて。やばいね。やばいね。頭痛の谷のお出ましか。ちょっと葉巻臭くない？兄がもう来てるのね。何か細工してないでしょうね。ああ、そうなるのか。ジョンの新作を台無しにしたら。その必要はなさそうだ。勝手に出ていかないでよ。大好物のダニカニ鍋よ。分かっとる。一つ聞かせてくれ。鍋物を作る上で一番大事なことは何だ？そんなの火加減に決まってるじゃない。え？今日はもうたくさんだ。まあ、カニは食べたくなったことは確かだ。うちのシェフに作らせよう。ねえ、お人よしすぎて。ダメになっちゃうっていうね。リー、チャンスはあと1回だ。真面目にやる気はあるのか？まだ一品も食べられてる料理が出てきてないぞ。サーカスで遊んでる暇があるなら、その頭を動かせて、働かせて、まともな料理を考えろ。まあね、そうだね。とりあえず3回勝負とは言ってても、約束は約束だからね。今度こそ絶対に勝つからね。ジョン、帰ろ。これまだ食べられるかな？味覚が壊れてるならいけるんじゃない？ほんのちょっと煮込みすぎただけよ。そこまでまずくないでしょう。そう言ってキノコ食べた時のこと忘れたの？サーカスをお遊びだなんて、ふん。なんであんな偉そうなの？遊んでたわけじゃないのに。うー、何この匂い。匂い？ダムガニ、ダムガニ鍋のこと？これがジョンの鍋？どうしてこんな風に？あればどうかしちゃったの？私のりそこまでひどくないんだけど。煮込みすぎたのよ。カニって繊細な食材だから、すぐに火が通りすぎちゃう。明日もう一度作るしかないみたいね。やめておいた方がいい。いいのことだから、今頃カニ鍋をお腹いっぱい食べてるはずよ。サプライズを演出しないと、勝つのは難しいかもね。どうしよう。
いいから早くノックしなって。でも姫の家だぞ。子供たちかな？誰？ジョンとサンに会いに来ました。入ってもいいですか？あや、ダニエルっぽいな。もちろんいいわ。けど、ちょっと匂いが気になるかも。ああ、みんな。これがお姫様の家か。すげえや。でっかーい。あれ？サーカス団のみんなも来てるの？なんだこの匂いは。ジャスパーの靴下でも転がってるのか？そんな臭いのか。さっき作ったダムカニ鍋だよ。ちょっとだけ煮すぎちゃったやつ。みんなで食べるって感じかな。意外だな。姫様の家はピンク色かと思ってた。ああ、それに焼き菓子とか甘い香りもしない。喜んでるもんな、顔がな。おだわり。あんたらの意見なんて聞いてない。ショーは？ショーはどうだった？もちろん。大成功だぜ。ああ、やっぱ良かったんだね。そうなの？良かった。じゃあみんな残れるんだね。そうよ。残るは、あなたたちの問題だけ。私たちの問題。ジャスパーから聞いたわ。あなたたち、竜親分と勝負してるんですって？いい度胸だな。あの竜親分に挑むとは。ラム城の裏社会のボスだぞ。極悪人らしいな。そんなわけで、サーカス団が一丸となって手を貸しに来たんだ。リーはそこまで悪人じゃないけど、かわいい。そこまでの悪人じゃな。あとさ、スタイルも悪くないよな。いや、そういうことじゃなくて、プレゼントを持ってきたんだ。リー親分の、顔から薄ら笑いを消し去るものをね。これ全部くれるの？すごーい。これって、雪原サボテン。本物を見るのは初めて。そんなもんなんね。さすが姫様だ。お目が高い。それとこのチーズ、不思議な形だね。チーズどこある？そいつは俺の故郷の名産品だ。ただのチーズじゃないぞ。ストーンチーズだ。それからこれはビビリだけ。うますぎてビビるぞ、これは。そういうことね。どうだ？ビビった？普通のキノコに見えるけど。なんだか、最高だね。これなら絶対勝てるよ。あとはジョンが頑張るだけだね。あー、いい香り。サンの顔が可愛かったな。これまでの料理と比べると、格段に美味しそうね。でも、何か足りないような。最後の決め手になる、これだ、みたいなものが。見つけた、やっと見つけたわ。あ、ジャスパー。紹介するわ。偉大なる伝説の証人。ウィリアム。あれ？と、助手のダニエル。ウィリアム。あれ、どうしたんだろうね。あの、あげたやつは。また会ったね。知り合いなの？ファラオンで会ったんだ。昨日ガラスの実をあげたこの人だよ。怪しいわね。心配しないで。今回は騙したりしない。お前黙ってるんだ。私の恩人なる二人がピンチだと聞いてね。恩返しをするなら今だと思ったんだ。ますます怪しい。まず話を聞きましょうよ。東にあるグラグラ谷を知っているかい？ああ、まだ行ってないところか。あのゴミの山のこと？そう、今ではそうなってしまったな。よく地震が起きるんだ。だから、グラグラ谷って呼ばれてる。しかし、ただの揺れじゃない。
私の調べによると、この地震の元凶は地震ナマズという怪物だ。おお。うん、でもそれは食べられないわ。詳しいじゃないか、姫様。ちゃんと調べているようだね。へへ、イザベルのおかげで。考えたことはあるかい？なぜあの魚が大きな揺れを起こしているのか。それはまだはっきりしてないわ。体がかゆいのかな？かゆいけど手が届かないからカキカキできないのかも。面白い仮説ね、さん。あなた科学者の素質があるわ。残念ながら、外れだ。魚というものは揺れに敏感なんだ。ちょっとした地震でも魚が水面を飛び跳ねる現象が見られる。知ってるけど、それと何か関係があるの？大アリさ、あの食いしん坊は餌を取るために、はははは、は地震を引き起こしてるんだ。頭いいね。まったくだ。さて、こっからが本題。奴の好物の中に、それはもう繊細で、美味で、他の魚も食べられなくなるような最高級の食材がある。それが谷の黄金魚だ。あー、黄金魚ってモンハン以来で久しぶり聞いたな。それだ、みんな知ってるわ。グルメ食材のヒットに挙げられる魚よね。黄金魚は花のようにかぐわしく、水のように甘い。身は弾力があって口の中で踊る。しかも栄養満点。魚の四方、ゴミ山のダイ、ゴミ山のダイヤ。聞いてるだけでお腹減ってきた。でも奴はすごく賢い。普通の魚みたいには捕まえられない。自信がないと誘い出せない。そこまで分かればやるべきことは明白だ。地震ナマズを見つければ黄金魚も見つかる。ちょっと待って、やるなんてまだ誰も言ってないわ。もちろんさ、この冒険に挑むかどうかは君たち次第だ。とはいえ君たちの選択肢は限られている。正直なところ、黄金魚を見てみたい気もするわ。昔からあの金ピカの魚食べてみたかったから。それにグラグラ谷ってな場所も、名前が面白そうだね。素晴らしい。決意は固まったみたいだな。では明日の朝、大雪で待ち合わせしよう。おー、雪子、今夜はゆっくり休んでくれよ。良い夢を。ウィリアムね。あ、これで終わりだ、チャプター。はい。ということで、今回はここまでになります。ちょっと今回長くなっちゃったけどね。まあまあまあ、十分チャプター3楽しめたんじゃないかな。まあ次回はそうなると、グラグラ谷か、の攻略をしていく感じになるかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。